いきますね、今日もね、思いっきりやってみたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。Bye.
になっちゃって、ね、これやっぱり今夏ですよ、夏は何を何がいいか、何の季節かと考えた時に、やっぱり俺の中では夏といえば恋の季節。俺そういえば春にもこの話したけど、おそらく秋も冬もしたけど、だからね、だから皆さん、あの結婚していらっしゃる方、まあ、僕で子供大きい方、まあ、これからの方ともういらっしゃると思うんですけど、どういう恋をしているか、ちょっとね、松枝君どこ行った、あれ隠れになってたの、うん、実行します。松枝、まあ、夏の恋は暑いっすよ。暑いっす、暑い、うまくいってる、うまくいってるっす、まあ、うまくいってるの、うまくいってます。女子高生と、女子高生と、年上の人だ、年上の、おー、うまくいってるんだ。あ、そう来ると思わなかったね。あのね、ちょっと落ち着いたね。恋ってさ、あの、うまくいけばそれはゴーリーだね。うまくいかない方が圧倒的に多いじゃない。そうじゃない。みんなうまくいってんの？どうだね。俺はいつもうまくいってないよ。うまくいったって試しがない。やっと唯一うまくいって、まあ、一応結婚もしてるけど、その中ではその何十倍といううまくいってない恋をしてきたという、今日はそういううまくいかない恋の話をしたいなと。
あ、そういえば一つ忘れてたことある。池谷さん、池谷さんから話してたんですごめんなさい、僕のライブはね、池谷さんとちょっと話してもしないと始まんないと池谷さんにもちょっと大人の立場からどうですか、熱い恋をしてうまくいかなかったことだとか思ったのは。いや、もうちょっと昔のことは忘れちゃったね。忘れちゃった、うん、ああ、いっぱいありすぎて。いっぱいありすぎて、それなりやっぱり同年代としてやっぱり、ね、もう昔のことは早く忘れたい。でも忘れたいんだけど、ちょっと今日何その中でね、一つだけ話をします、うまくいったなって話はね、俺ね、50年近く生きてるんだけど、一度だけね、ストーカーに会ったことなんですよ。ストーカー、俺がストーカーやったんじゃないよ。じゃあ俺がストーカーしてきた相手はね、釧路に転勤した時に、キャバクラに帰った時にキャバクラのお姉ちゃん、うん、でなんで最初はね、そのいいお客さんっていうかね、まあ、常連客として行ってたんだけど、でそのうちで最初は営業メールが来たんだな。それはいいんだけど、営業メールがこのエスカレートしてきたからさ、うん、で、あんだな、すぐ今日来てくれだとか、これから待ってるからとか、僕は行くのよなんか一言も言ってないのよ。で、行かなかったらなぜ来ないの、永遠とメールを送ってくるんですね、ガンガン。そのうちに日中もメールをガンガン送ってくるんですね。ひどい時は1日30件とか50件ぐらい行った。ここまで行ったら恐怖でしたね。だからね、だんだんね、そのメールもそうだけど、なんか恐怖がこう近づいてくるんですよ。今ね、私釣り橋にいるのとか、家に来てるのとかね、なんか奥さんとか話したり、これ怖いですよ。やばい。で、そのうちにやっぱりほっと無視しますよね。送るんです、当然。怒ってくるんです。その怒り方が全く怖いんですよ。嫌い、殺し、死にたいだとかね、おおっと思って、やばい、本当死にたいなって言われて、本当に死んでまれたらね、ちょっとやばいですね。で、これ恐怖がね恐怖心でこう触れながら携帯見た次のメールでさ、お腹空いたからセブンイレブン行くとか書いてあるんですよね。なんだお前、やんのかよ、やんのかよ、本当なんかよくわけわかるお姉ちゃんだね。でもね、今思えばね、これね、僕やっぱり転勤してきた当時のこれ話なんだけど、やっぱりなんか、なんか田舎の姉さんね、釧路、やっぱり発音で面白かったものが調子に乗ってやっちゃって、こんな目に遭っちゃったんだけど、じゃあそのお姉ちゃんは最後どうなったか、うん、俺後で他の店のね、スナックのママから聞いたんですけど、その子は他のお客さんと関係を持って妊娠してクビになりました。ああ、本当ね、そういう子だったんだよ、狙われてたね、うん、俺じゃないからね、西田さんだから今は平穏に来た、ね、やっぱり恋というのは、うんうん、こういう恋じゃないね、恋じゃない、話が違うな、うまくいかなかった話か、うん、どうして取られていただければと思って、ね、やっぱりね、こういうのはうまくいかないとしても儚くこう胸がキュッと締め付けられて、こう何年か後にね、こう残るような恋の仕方がいいのではないでしょうかと、ふと思う今日そんなね、恋心を歌った、ね、バラードを歌ってたいと思いますよ、うん、1978年古い曲です、僕も大好きなので浜田省吾さんの片思いという曲をお聴きください。
だってどんなに思いを寄せても遠く叶わぬ恋なら気がついた時にはもう愛していた。もっと早くさよなら言えたなら、こんなに辛くはなかったのに。ああ、せめて一度だけでも、その愛しい腕の中で。最大の難関だったんで、種はあそこの曲の前にいかにリラックスできるかとかそうだったんですよね。あ、思った通りうまくもいかないのがライブでございますが、それがまた楽しいです。さてね、今日はね、セフ君とフリックスのライブということで、実は僕ね、ライブに初めて誘われた、いや、一緒にやりませんか。これね、映画館今日で確か4回目か5回目なんですけど、それまで自分からお願いして頭下げて、僕もやらせてください。前回もそうでした。前々回もそうでした。一番最初もそうでしたね、うん、で、あのミスネライブの時札幌ドームに行って、その後に打ち上げをやって居酒屋の席でですね、マコスケ君から4月にやるから一緒にやらないかと言った時に、私は正直言って嬉しかったなんて思ってなかったですね。やっぱりいつかフリックスさんと一緒にこうやってやれる日が来る、うん、いろいろ彼らに音楽を教わったんでね、こうやって一つになって
音楽をやれというのが本当に楽しいです。中渕剛さんで一つ聴いてください。その前に彼らにね、ちょっとまあエールも送る意味でももう一回立って歌いたいと思います。
あ、すいません。僕もあのリクスのみんなにあのさっきも言ったんですけど目標としてきました。で最後は思いっきり自分の好きな歌を歌って、締めたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。約束されたはずの場所があると信じて行きたい。もう一度届くに気をつけて場所があると信じていたい。もう一度